どうもです、つくもやよ4月の3日、今日の六曜は大安、大いに安し、万事安らかにことが運ぶ。時間はかのと、宝石なんかを示す影の金、種ができた状態を示する十二しわみ、蛇屋根、影の日、枝を大きく伸ばし、葉が青々と茂る状態を示する。ほんでこの時間と十二支から運用五行を読むと、過酷語、火は金属を溶かすいうことで、相克、物事が順調にいかへんゆけや、大安やけども相克てなや、どっちやろね。まあこれらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆると永遠になるとええね。ほな、またね。